北村一輝は日本の俳優。本名北村康氏。当初は本名で活動していたが、1997年の映画出演が縁で、三池隆監督によって北村一輝と改名する。フロムファーストプロダクション所属。身長178センチメートル、体重68キログラム。大阪府大阪市出身。湯気商船高等専門学校中隊。 二人兄弟の次男として誕生。幼少期より映画好きで、中でも、深作金次監督の、か田行進局曲に衝撃を受ける。タイロンパワー主演の、海の征服者を見て海賊に憧れを抱き、海賊になるために、商船高船に進学。しかし、海賊になれないことに気がついたため三年で中退し、役者を志す。商船高船に通っていたため一級小型船舶。 操縦士免許を所持している。19歳の時に上京。事務所やオーディションを片っ端から受けるもエキストラがせいぜいであった。自らを売り込むために本人とマネージャーの一人に役をこなしていた時期もあったがなかなか目は出ず、失意のうちに一度廃業。オーストラリア、南アメリカ、東南アジアなどおよそ4年間海外で放浪生活をしたが、 これでは逃げ出したままで終わってしまうと思い直し帰国。俳優活動を再開し、やがて三池隆史や持月六郎作品と出会ったことがターニングポイントとなる。1999年公開の港月及び日本黒社会レイラインズできねば、順法新人団優勝、ニフティ映画大賞女演団優勝受賞。共演した奥田英二からは浮遊する爬虫類と称された。 2019年後期放送、スカーレットで、戸田エリカ演じるヒロイン、キミコの父、ツネジを演じ、NHK 連続テレビ小説初出演を果たす。連続ドラマ単発ドラマタスクフォースタスクフォース。ありがとうございます。